どうも千葉です。あのね、今日ね新世界でちょっと飲もうかなと思ったんですけども、ちょっとね牛タンがね美味しいっていうお店があるみたいなんでね、まずそこにね行ってみたいと思います。こちら飲みどころ新八。ここのねなんかね牛タンが美味しいらしい。安い250円。鶏唐揚げ、牛焼肉、あ350円。これは行くしかないですね。ということで行ってみましょう。食券なのかラーメンみたいな。ラーメン以外の食券。食券。じゃあ牛タン焼きと今日の一品って何？え、行っちゃおうよ。今日の一品行っちゃいましょうか。牛タンと、はい、牛タンと今日の一品とで牛焼肉かなかなかったっけ。牛の焼肉350円だよ。そうや。瓶大瓶と牛焼肉。オッケー。来た来た。これやね、やっぱりこれ。うぃー。乾杯。ああ、来たー。ここの名物牛タンです。牛タンいただきます。じゃあいただきます。うん。酒が進む味やわこれ。うん。うん、あ酒が進む。立ち飲み屋さんでね、なんかねお酒が進みますね。やったー牛だ、牛焼肉いただきます。結構分厚いね、分厚い分厚い。いただきます。うん、これはいいわ。350円でサラミ。ネギがあるの嬉しいな。ネギ好きですからね僕。いただきます。あサラミつまみいけるね。やっぱり僕はね、これがいい。焼肉。うん。手だけ落としてください。あ、手だけね。手だけ落としてください。あ、いいっす。あ、あげてもらいます。いいよ、オッケーっす。いいっす。これだけ。はい、これだけね。ハイボール。いただきます。ああ。いいよね。肉が食べれるって。うん。うん、ホルモンですね、いつも。お肉やすごい最高。デームって長くない？やばくない？これで。そして小顔効果。小顔効果と手が長い。手足が短いのに手が長くて小顔っていう素晴らしい。酒が進むわ。ほんま最初ねサラミかけたわって言ったんですけど、ネギを挟むことによってネギがピリピリするんですよ。そのピリピリとそのサラミの油が一緒になってすっごい美味しいんですよね。最後1枚になってしまった。よしよし、これをこうやっていただきます。ここも美味しい。あのね最初食べた時はほんまね普通にあ美味しいなやけど、食べていくたびにね美味しくなってくるんですよ。ハマった。いただきます。うん、ネギのほんまピリ辛が最高。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあね新八さんすごいねアットホームで、美味しかった。しかも、うん、最高。なんかね食券で買うシステムで最初に買うんですけど、その日その日のなんかすごいいい品とかがあるみたいなんですよ。でそれをねまず最初に大将に聞いてで注文した方がいい。今日はちょっとね僕も4軒ぐらい飲み歩きしててあんまりね食べることができなかったんですけど、今日はねハラミとレバーが絶品。レバーはもうなんていうのそのまま食べれるレベル、生でまあ生では出さないですけど、うん、そんなレベルのお肉なんですごいいいらしいです。失敗した失敗した失敗したけどね、いいお店です。はい、ということで本日もごちそうさまでした。お腹パンパンやもん。僕ね今日ね唐揚げね25個ぐらい食って、そこからお寿司食ってで今行った新八さん行って、それでもね美味しいなって言ってペロッと行っちゃったからね。すごいね、なんか この辺の街っていうのはなんか食べるし飲ませてくれる雰囲気が、うん、最高なところなんで、みんなぜひ行ってみてください。ということでごちそうさまでした。